どうもつぶつぶ屋です。皆さん寒波の方いかがだったでしょうか。いやー寒かったですね。つぶつぶ屋もついつい夜中に外に出て寒さをチェックしてみました。肌が痛いほど寒かったですね。素晴らしい、いや素晴らしくない、めったにない経験をするとちょっと得した気分になりますが、やはり寒さ結構きつかったです。そして外に置きっぱなしだった多肉たち、ちょっと傷んだものもありますね。ゆっくり日陰で解凍して徐々に元気を取り戻してあげましょう。そしてもし傷んでしまっても春にどんどん増やして楽しみましょう。ということで今回は全く関係ないのですが、黄色系つぶつぶたちを紹介していきます。まずはこちら、どうでしょう、黄色系多肉の代表選手オーレイです。あ、すいません、月の王子って書いてました月の王子とオーレイ同じものですね。はい、月の王子ですね。月の王子と呼び慣れていないのでオーレイと呼ぶためにちょっと名札をアウトして見ていきましょう。月は月でも多分三日月、相当綺麗です。綺麗な月夜という感じなんですが、おやおやおや、どこかおかしなところがありますね。透けています。はい、こちらなんですが、先ほど購入してきたつぶつぶ多肉なんです。昨日までの寒さで売り場の方の多肉たちもちょっと傷んでおりました。そして売り場の管理結構しっかりしていたんです。不織布を丁寧に重ねて風が当たらないように、そして強い寒さが当たらないようにしていたにもかかわらず、このように溶けていますね。現地の温度多分マイナス3度ぐらい、そんなにものすごく冷える環境ではないのですが、やはりマイナス3度でもこのように傷んでしまう場合が多いようです。そしてそちらの売り場、ほとんどの多肉が傷んでおりました。寒さに強いものも傷んでいたんですね。つぶつぶ屋のハウス周り、マイナス3度からマイナス5度ぐらいまで結構下がったのですが、出しっぱなしにしていても傷んでいない多肉も結構ありました。寒さに弱いものはハウスの中に直していたので、まあ大丈夫なのですが、出しっぱなしの多肉たちも結構元気です。ですが同じ品種なのに売り場では傷んでいた。何が違うのかと言いますと、まず大きな理由の一つとしては、お水をあげていたことがありますね。もう一つ、日頃からしっかり日に当たっていい意味でのストレスを加えられていたもの、根詰まりしていたものは丈夫でしたね。マイナス3度以下でも全然大丈夫という声と、マイナス3度でも傷んでしまったよという声、両方ある、こういうことですね。長くしっかり育っている人は結構大丈夫、買ったばっかりの苗はちょっと心配。今後も寒さが続くとき、その辺を少し頭の隅に置いて寒さ対策の参考にしてみてください。話がそれましたが、黄色系多肉に戻ります。黄色く星のような、そして横から見ると月のような美しい黄色いつぶつぶ多肉オーレイ。寒さがちょっと苦手、葉差しは気温が高い時にゆっくり育ちます。続いてこちら、グリーンペット、グリーンのつぶつぶ多肉。冬になるとエッジの部分が赤く染まり、ちょっとクリスマスカラーにはなっていくのですが、やはりグリーンを代表するつぶつぶ多肉、育てやすくて丈夫です。茎の途中からカットして土に刺すだけでどんどん増え、カットされた部分をこの小さな脇芽たちがもり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 増えて森のようになっていきます。グリーンの森が出来上がりますね。トナカイが似合いそう。春は春で爽やかグリーン。続いてこちら、どうでしょう、黄色い、そして不思議、この細長い葉1枚ずつがなんかすごい特徴的です。エッジもしっかり染まっており、なんでしょうね、これこんな植物ありますかって改めて見るとびっくりします。黄色い、かわいい、ある意味盆栽チックな表情も見せてくれます。ビタミンカラーでありながらどこかメルヘンチックなのは、ちょっと黄色に
ホワイトが入っている、幻想的な雰囲気がするからでしょうか。夏の顔はこれより緑です。これより緑なんですね。こちらは元気なイソギンチャク、そんな感じです。もしも自分が妖精なら、小町娘の森に遊びに行く日は元気をもらいに行く、そんな感じでしょうか。優しい元気を届けてくれそう。続いてこちら、つぶつぶ屋でよく登場するブロメアナですね。まあピンクにも見えるのですが、夏はグリーングリーン、そして夏から秋にかけてやや優しいグリーンになります。なのでピンク系に入れてもいいし、黄色系に入れてもいいと思って連れてきてしまいました。めちゃくちゃ可愛い、お花も可愛い。ちょっと葉裏を見せちゃうとですね、ピンクになっちゃうんですけど、はい、表から見るとオレンジっぽい、ということで黄色グリーン系にもぴったり。香りはほんのり、はい。続いてこちら、黄色グリーン系にふさわしい、めちゃくちゃ黄緑なつぶつぶ豚肉、ルベンスです。かわいいですね。ツヤツヤ黄色がもう輝いております。紅葉するとややオレンジがかるのですが、こちら挿し木で根が出たてほやほやなので若々しい色をしています。夏はもうちょっとグリーンですね。ビアホップとどちらをご紹介しようかと迷ったのですが、今回はルベンスを連れてきました。喜んでますね。動いてます、動いてます、喜んでます。ルベンス動くんですね。次行きます。続いてこちら、ちょっと曲がってます。あ、起きるわ。続いてこちら、どうでしょう。先ほどのは見なかったことにしてください。可愛いですね。もはや不思議な感じ。もしも自分が小人なら、この木バオバブに見えたでしょうね。バオバブ。でも自分人間なんで可愛らしいですね。小人も人間？小人の話は置いといて、どうでしょう、下葉がどん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 役目を終えて上の方に栄養が溜まっていきます。まあ、溜まるというか、上の成長点付近の葉っぱたちを丁寧に丁寧にゆっくり育てていくんですね。なのでこんなユニークな形になります。そして黄色っぽい、グリーン、明るい、面白い、八千代です。成長もゆっくりめで、刺しはなかなか厳しいと思います。カットして刺して脇芽が出てくるのを楽しみましょう。そして増やしましょう。もちろんそんなに増やさなくていいという方、このままゆっくりゆっくり育っていくと徐々に徐々に脇芽が出ることもあります。ゆっくり育てて楽しいつぶつぶ多肉。続いてこちら、春萌えです。めちゃくちゃ可愛いつぶつぶ多肉、明るい明るいグリーンですね。初めて見つけた人、きっと季節は春だったんでしょう。冬にふっくらとキューッとなった春萌えが徐々に徐々に青みを増してスプリンググリーンになったんだと思います。そして萌えたんだと思います。なんで春萌えですね、間違いないです。こちらの美しいスプリンググリーン、なかなかこの色を持っているつぶつぶ多肉いません。なので寄せ植えなどにもとても重宝しますね。しっかり成長して大人の顔になると、もう少し薄めの鮮やか黄色グリーンになります。続いてこちら、マッコス。こちらもピンク系やオレンジ系でもあるのですが、夏は結構鮮やかなライトグリーンです。そしてライトグリーンです。ライトグリーンから優しい優しいアプリコット色に、そして鮮やかなオレンジ色へ染まっていく姿、めちゃくちゃ可愛いです。丈夫で育てやすく増えやすい。寒さはちょっとだけ苦手。最後にこちら、こちらはつぶつぶ屋で交配したつぶつぶ交配です。だるま姫修霊×メキシコポルデンシス。すごい、葉っぱ一枚一枚が揺れております。つぶつぶもりもり増えていくふっくらつぶつぶのだるま姫修霊に、色鮮やかなエッジを持つ
メキシコポリエンシスを交配したものです。エッジ部分を期待して交配したのですが、ほとんどエッジは確認できません。しかし葉の揺れ、メキシコポリエンシスが持っている葉の揺れを確かに感じることができます。そして染まってくると、メキシコポリエンシスの灰色が白かったものを交配したため、葉全体が白みを帯びた黄色になってきました。すごい。大人の顔と幼少期で全然色は異なりますが、しっかり成長していくとこのようにぼんやり薄いオレンジというか黄色っぽく夕暮れのような色をしております。優しい夕暮れ、何かいいことを思い出しそうですね。セピア感満載。ということで今回は黄色系つぶつぶ多肉たちご紹介しました。いやー、黄色グリーン系のつぶつぶ多肉たちもめちゃくちゃ可愛いですね。寄せ植えなどを楽しむ時も欠かせない色です。集めてて思ったのですが、寒さがちょっと苦手なものが多いですね。不思議。小町娘もちょっと寒さが苦手、オーレー結構苦手、ブロメアナ結構苦手、ルベンス結構苦手、マッコスそこそこ大丈夫、春萌え苦手、グリーンペットそこそこ大丈夫、ヤチオ苦手。ああすごいですね。これそこそこ大丈夫、そこそこ大丈夫はマイナス3度以下にならなければ大丈夫、結構苦手は0度以下にならなければ大丈夫ですね。はいはい、どうぞ。黄色のつぶつぶ多肉を5秒見つめてください。そして心の中に浮かんだ言葉を言ってください。ウッキー。いや、なんかこんなのが浮かんだんですよ。嘘偽りなく言うと、なんかウッキーでした。キーは黄色のキーです。黄色、わかります。イエローっぽい言葉を言いたかったんですけど、ウキウキ黄色、ウッキーでした。ありがとうございます。それでは皆さんもウッキー楽しみましょう。